穴。それはボートレースなどの公営競技において人気のない選手がレースで予想外に好成績を残した結果、その発生する払い戻しが高い時に使われる言葉です。また大多数の人がこの選手は来ないだろうと思ってる選手にあえてかけて高配当を狙っていくプレイヤーを穴党と呼びます。ちなみに私エドセポネは喫水の穴党で、1日産の5倍に万張りはしたことありませんが、20倍30倍100倍に万張りしたことはあります。まあ的中したかどうかは別の話として置いといて、今回はボートレースにおいて穴を狙う上で必要だと言われている3つの要素と穴レースの見つけ方をご紹介したいと思います。まず本題に入る前に、以前僕らが紹介した1着を取るための3条件を皆さん覚えていますでしょうか。これは土屋智則元選手が出版した本ボートレース24条攻略ガイドでも紹介していましたが、1枠なりならほぼ1コース有利、2平均スタートは 0.17 より速い選手、3モーター性能、この3つの条件が揃えばほぼいい逃げ信頼となります。この動画をまだ見たことないという人は概要欄のリンクから見てくださいね。土屋元選手はこの3つの条件が揃っていない場合は初心者はそのレースは手を出すべきではないと提唱していました。つまり逆を言えば、この3つの条件のうちどれか1つでも欠けている場合、イン逃げをしない、つまり穴が出現する可能性が高くなるのです。また同じくこの本では高配当、つまり穴を狙う際は以下の3つの条件のどれかが飛び抜けていれば1コース以外の選手が勝てる可能性があるというのです。その3つの条件とは、スタートを決める選手、モーターの出ている選手、ターンスピードのある選手、この3つの要素を逆転要素と呼んでいます。まあ冷静に考えればですよねって感じになるかもしれませんが、じゃあいざどの場でどの番組のレースで勝負すれば穴が出るんだいとなった場合、結構見つけるのは大変。そこで次に一番手っ取り早い穴レースの見つけ方をご紹介したいと思います。まず一番簡単な穴レースの見つけ方というのを結論から言ってしまうと、調子が悪い陰矢がいるレースを狙えというもの。先ほどご紹介した1着を取るための3条件の中に、枠なりならほぼインコース有利とお伝えしましたが、これは逆を言えば天地で動いて枠なりじゃないレースはイン逃げ決着をしない可能性が高いということ、つまり穴レースになり得るのです。2020年11月現在、イン矢と呼ばれる現役選手は以下の通りで、西島選手、江口選手、今村選手、深川選手、石川選手、鈴木選手、村上選手となっており、この辺りのレーサーが出場しているレースは穴党なら積極的に勝っていくべきだと僕は考えています。前付けをされると、たとえ1コースであっても勝率はぐんと下がり、スタートの起こしが 100m を切ると十分な助走距離が確保できず負けてしまうケースが多発します。また前付けしたイン矢の選手も、前付けしたはいいもののモーターが出ていないので外からのまくりを受けて連帯に絡めず後退するというのも多々あります。ただこのイン矢の選手はほぼ全員 A 級の選手で、なんやかんや勝率は高いのでオッズをある程度分散させてくれます。このイン矢の選手、今節は勝てなさそうだけど勝率高いし A1 だからという理由でかけてる人もある一定数いるので、それ以外の選手にいい配当がつきやすい。いろんな側面から見てこのイン矢がいるレースというのは穴党にとってかなり美味しいのです。ちなみにシュガーの宝船さんというボートレース系 YouTuber が以前、西島チャレンジという西島選手が出ているレースは満州製造機だと銘打って、よく西島先生が出走しているレースを買うという企画をやっていましたが、それに似た理論ですね。今はこの西島チャレンジ、通称西チャレ企画は終了しましたが、もしまだ見たことない人はぜひ一度シュガーさんの西島チャレンジをご覧になってみてください。ということで今回は実際にイン矢の選手が出ているレースでかけてみて穴を的中させてみたいと思います。はい、ということで今回はイン矢の代名詞の一人、鈴木幸男選手が出走している住之江最終日の10レースをやっていきたいと思います。4号艇に乗っている鈴木選手は天地でも当然2コースまで入ってきており、さらに住之江ということもあってか1頭がそこそこ売れていますね。まあ、確かに1号艇に乗っている下寺選手のモーターはそこそこ出てるし、今節の成績を見る限り結構乗れてるので、なんやかんや1が逃げるんじゃないかなと予想できるのはわかるんですが、どんなトップ選手でモーターが出ていても前付けされると一気にイン逃げ率が下がるのは周知の事実です。展示でも結構深い侵入になってましたし、鈴木選手の今節の成績見るとぶっちゃけかなり微妙ですね。ってことでここは僕はあえてモーターが出てる2号艇高木選手と3号艇黒柳選手を頭に買って、2着は1、2、3、5、さらに3着はあえて鈴木選手を外して5艇で勝負してみたいと思います。ここは完全にまくり想定ですが、なんやかんや1の下寺選手が残る可能性もあるので広めに買います。
で、ここは僕結構自信あるんで1万円振り分けて勝負してみたいと思います。当たれば約4万円くらい戻ってくるんで、これはもうもらったと言ってもいいですね。ではレースに行ってみましょう。はい、ということで、始まりました。まあやっぱり前付けはするわな、鈴木選手。で、1コースにも入らなそうだね。はい、OK、よし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 。ただね、なんかそんな深くならなそうな感じがすんな。どうだろう、ちょっと怖いな。ここまではまあまあまあ想定内ですけど、問題はですね、ここから下寺選手と鈴木選手のスタートが遅れてくれないと困るんですよね。まあ最悪どっちかが遅れるみたいな、まあ、理想は鈴木選手、鈴木選手今節、まあ、コンマ1、まあ、前半ぐらいを連発してるからね、まあ、どうなることやら。あ、でも結構深いね。1はちょっと深いかもな、下寺選手。まあ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 見ててくださいよ。多分いけます。多分行ってくれるよね、行ってくれるよね。動画にしたいんだ俺は。じゃないと撮り直しになる。どうだい、遅れた。いやー、際どい。これは際どい。4がいった。はい、そしてどなた、どなたが来る。はい、2、3。いやー、鈴木選手が絡みそう。そのままいいよ。はい、そのまま。いやー、でも頑張って、しきちゃん、ゴー。でも無理か。どうなる。あ、バカッチいやー、これ6じゃないかい、岩井選手。いや、ダメだよ。もうダメだって。ダメだよね。なーにこれ。てか、なんで岩井選手そこまで来んの？いや、まあ。俺これ結構自信あったんだけどな。なん、いやー。いやほら、荒れたでしょ。満州が出たから、これはある意味的中ということでいいかな。いかがだったでしょうか。僕の予想はあれでしたが、レース選び自体は間違ってなかったと思うので、調子が悪いインヤがいるレースを狙って買ってみることをお勧めしたいと思います。じゃあちょっと僕はこれから西島選手が出てるレースを買っていきたいと思うので、今日はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ったら、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもおすすめ動画がいっぱいあるので、そっちもチェックしてね。ではまた。